Go Buster! バスのバスターだ。見て、かわいい小さなイースターバニーを見つけたよ。わあ、バスターがバニーバスに変身したバニーダンスを踊ってくれるよ。ぴょんぴょんぴょん。次に尻尾をフリフリ、上手。次にウサギみたいに高く高くジャンプ。それからお鼻をフリフリ。できたね。とても楽しかったね。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。とても上手。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。ぐるり回ってお鼻を振るよ。やったー。やあ、車のスカウト。バニーダンスを覚えたいんだね。準備はいい？ぴょんぴょんぴょん。尻尾をフリフリ。そうそう。そして高く飛ぶよ。思いっきり。お花を振って。そうそう。スカウトはもう覚えたね。じゃあこれを見て。左にフリフリ。右にフリフリ。何度もフリフリ。ね、面白いね。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。その調子。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。あれれ、全部バスターの夢だった。でもいいや、楽しいダンスができるようになったもんね。バスのバスター、今日は何をしてるんだろう。イースターエッグハント。イースターエッグが一つ。よく見つけたね、バスター。もう一つ。これで二つ、三つ、四つ、五つ。たくさん。わあ、イースターエッグがたくさんあるね、バスター。うん、おいしそう。バスターはチョコレートエッグが大好き。おいしい。バスターは食べたいだけ食べてる。おはよう、バスター。おや、バスターは体調がとても悪そう。お腹が痛いんだね。きっとチョコレートイースターエッグを食べ過ぎたんだね。車のスカウトがバスターが大丈夫か確かめに来たよ。バスター、本当に気分が悪そう。かわいそうなバスター。スカウトが救急車のアンバーのところまで連れてってくれるよ。彼女なら助けてくれる。アンバーがいた。アンバーはいつでも小さなバスたちの気分を良くする方法を知ってる。やっぱりバスターは体調を崩してる。でも運よくアンバーは薬を持ってる。口を大きく開けて、バスター。これで気分は良くなるはず。でもこれだけじゃない。バスターはお腹を良くしたいなら体にいいものを食べなくちゃ。リンゴはどう？ほらね、これでバスターのお腹のゴロゴロは良くなるね。次の日、バスターはずっと元気になった。あ、ショベルカーのディグリーだ。何を持ってるんだろう。バスターはもう今年のイースターに十分なチョコレートエッグを食べたよ。やあ、バスター。あれ、ちょっと疲れてるみたいだね。バスター居眠りしちゃった。あ、これは何？ヒゲ？ウサギのような鼻？それに耳まで。イースターバニーバスターだ。似合ってるね。新しいウサギの尻尾、気に入ってそうだね。どこに行くんだろう。イースターバニーの仕事をしに行くんだといいけど。あれ、これは何？丘に開いた穴だよ。どこに繋がってるんだろう。反対側から出てきた。あ、見て、テリートラクターがお昼寝してる。見て、イースターバニーバスターがテリーにカラフルなイースターエッグをあげたよ。イースターの喜びをもっと広めに行くよ。この穴はどこに繋がってるんだろう。こっちだよ、バニーバスター。ロビンがぐっすり眠ってる。サプライズイースターエッグをもう一つ置いておこう。ロビンが起きた時のためにね。
今度は別の穴に入っていくよ。誰だろう。ジープのジェシーだよ。わー、似てるね。イースターバニーバスターはジェシーが起きた時のためイースターエッグをもう一つ置いていくよ。イースターバニーのバスターなんて忙しいんだろう。届けるのは大切なお仕事。バニーバスター、今度は誰にイースターエッグをあげるんだろう。ショベルカーのディガーだ。静かにバスター、起こさないようにね。ディガーのバケツにイースターエッグを入れたよ。いい考えだね、バニーバスター。あれれ、イースターバニーバスターはちょっと疲れちゃったみたい。起きてバスター。ん？ああ、イースターバニーバスターは全部夢だったんだ。イースターエッグが現実じゃないなんてがっかり。でもこれは何？